こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて本日は北条義時のちょっと悲しいお話でございます。最初の正室である姫の前をもらう際にですね、それはもう悲惨なね、悲しい目に遭っているわけでございますよ。さてどういったお話でございましょうか。ってことで本日の本題でございます。北条義時の最初の正室は比企知宗の娘でございます姫の前でございます。比企知宗は比企能員の兄弟でございますので、鎌倉殿の13人でいうと佐藤二朗さんの兄弟にあたる方でございます。北条義時が姫の前に恋に落ちたのは建久2年満28歳の時でございます。当時は姫の前は幕府の女官でございましたので、現代的に言うとですね、国家公務員の OL さんって感じでございましょう。内閣府とかね、もう官庁に勤めるような OL さんでございます。吾妻鏡に当時権威無双の女房なり、ことに御意に相かなう、容顔甚だ美麗なりと書かれていることから美人 OL さんだったわけでございますね。さてその美人エリート OL の姫の前に惚れてしまった義時は、その姫の前に対してラブレターを送る作戦に出るわけでございます。義時は姫の前に何度もラブレターを送りますが、それをねずっと無視されてしまうわけでございます。その無視された理由については吾妻鏡には書かれておりません。せっかく手紙を送っても既読スルーされてしまうのは鎌倉も現代でも悲惨なことでございます。価格がね、比企家と釣り合わなかったためのスルーなのでございましょうか。そんな義時はラブレターをずっと送り続けて、ついには年を越して建久3年を迎えます。その間姫の前からは一切返信がございませんでした。1年間もの間ね、既読スルーをされたわけでございます。もう読んでたけどね、返信しなかったってことにしておきましょう。読んですらね、もらえてなかったら義時が悲惨すぎるわけでございますよ。そんな状況に置かれながらも姫の前を諦めきれない義時についにね、救いの手が差し伸べられるわけでございます。それが鎌倉幕府の最高権力者源頼朝でございます。頼朝は妻の実家である北条氏と乳母のね、比企氏が親戚関係になるのはいいことでございますからね、それは手も貸してくれるってわけでございます。義時に対して絶対に離婚しませんというね、偽証文を書かせ、それでいかなる理由があっても離婚した場合、義時が全方位からね、報いを受けるっていうね、状況を作るわけでございますよ。この偽証文にはさすがの姫の前も心を動かされたようで、偽証文を受け取り、建久3年の9月25日、ついに義時のもとにね、嫁ぐことになるわけでございます。